ここからが、授業計画を立てる中で、まあ、今回は3つほどテーマ設定してますが、最初のテーマは商品サービスの価値の考え方というものです。まずはこれ商品やサービスの価値っていうのは何だろうというのを考えていきたいと思います。まずちょっとこちら見ていただきたいんですけども、これ沖縄にはないんですけども、日本にも何件かある北欧系のですね、家具メーカーの商品で、これでちっちゃいお子さんが、お人形さん遊びをする、人形用ベッドってね、赤枠で書いてますけど、こんな感じで遊ぶことを想定して、家具メーカーさんが作ったものなんですが、実は一人暮らしの私もですね、なぜか持ってるんですね。なんで持ってるかって、別に私人形遊びが趣味じゃなくてですね、どういうことに使われてるかっていうと、この方、うちのニャブローさんという、猫がこんな感じでですね、布団を過ごしているわけですね。まあ、こんな感じで使ってるんですが、これ、うちだけがこんな感じで使ってるかっていうと、このタグメーカーの名前と人形用のベッドを画像検索すると、赤枠で囲んでる写真は全部犬または猫、ほとんどが猫ですね。猫が使ってる写真がこうやって上位に上がってくるわけですね。確かね、ちょっとはっきり忘れちゃいましたけど、20枚中16枚とかの割合が今動物が使ってる使われ方。人形を置いてる方が少ないんですね。そうなんですよ。これどういうことかなって思いますよね。ここで言えるのはですね、実は商品の価値っていうのは、作った側、作り手が決めるっていうよりも、相手にとってどんな価値があるかっていうのが、実は、市場の中では優先されるという、話でもあります。子供向けの人形遊び用として開発されたこのベッド、猫の飼い主にとっては、猫用のベッドとして価値があると、見出されたわけですね。結果的に画像検索しても、猫を使う写真が上位を占める。いうことは、お客さんにとっての価値というのを意識して、商品やサービスの開発や改善を行うということが、商品の価値を向上する基本であるということなんですね。じゃあ、お客さんが誰かというのも実はとても大事です。今回の場合、メーカーさんは、お子さんをターゲットにしてたんですけど、実は商品では猫を飼っている人たちがとても反応したっていう、お客さん、皆さんにとってのお客さんが誰かというのをセットで、これがターゲットを明確に決めていくということですね。で、この家具メーカーは結果的に成功をして素晴らしかったんですけども、商品開発の世界では思っていた、作り手が思ってた価値っていうのをお客さんが感じてくれなくて、販売終了になる商品が本当にたくさんあります。じゃあどうすればいいかっていうと、この世界的な家具メーカーさんでさえも、おそらく予測してなかった時代ですね、この猫を好きが買ってくれるという。となると、お客さんとのコミュニケーションを取ることで、お客さん目線の価値というのを取り入れるということが必要になっています。自己満足に終わらないように、とにかくお客さんとコミュニケーションを取っていきましょうというのがポイントです。で、これ、初めから完璧である必要はなくてですね、これ、一番右端見ると、スマホとかスマートウォッチですけども、一番左、1980年代になりますね。ショルダーフォンと言いまして、東京のサラリーマンの方が肩掛けの、通勤バッグをかけて通勤してる風景って、ね、見たことある方いると思いますが、そのサイズの携帯電話というのが実は、今、我々が持っているスマートフォンの源流にあるわけですね。テレビの朝のニュース番組とかでも、女性アナウンサーが肩にかけて、ふるさとに電話しませんかとか言ってね、駅前でロケをしてたっていうの。私の小学生のちょうどこれを使ってましたけどね。これをどん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 市場に投入されてから時代の流れとかお客さんたちのニーズを踏まえて、そして技術の進化を踏まえると、今我々が使っているような便利なスマートフォン、スマートウォッチに進化を遂げていくということは、やっぱり最初に市場に商品を投入するということは優先されるべきなのかな。まずは、ある程度の完成度を狙って、素早く商品開発をする。そしたら、市場に投入する。要は、販売をテスト的にでも開始していくということですね。その中で、この5個のサイクルを回していきます。まずは、お客さんを観察したり、調査したり。そこから得られた結果で、
自ら気づきを得ていきます。あ、こういうことか。じゃあ、こういうふうにやったらもっと良くなるかなという、トライをします。これが思考。でそしたら、トライをしたのが結果が返ってきます。でそれによって、工夫をして、調査して、観察して、というぐるぐる回していく。これを繰り返すことで、さっきの、このスマートフォンの進化が伸びてきたわけですね。市場に投入したから、猫好きが買ってくれると分かったわけですね。市場に投入する、反応を得るからですね、これを回していくのもとても大事です。さらに、商品開発の見直しの事業としては、心理学の要素を取り入れていくということも、とても大事な方法、手段かなと思います。心理学者のプロイトは、人間の行動原則というのは2つで、快楽を求めるという、痛いのが、痛いのが逃げるという2つです、ね。こういう方向で、今皆さんが考えていらっしゃるサービス、ちょっと変えてみよう、考えてみようというのもいいかもしれません。あとは、マズローの欲求5段階説といって、生理的欲求、これはご飯食べたいとかですね、トイレ行きたいとかっていうところから始まって、安全を求めるとか、どこかに所属する、誰かに愛されて誰かを愛するとか、人に認められる。そして、自己実現の欲求、これは創業して、ビジネスで、役に、世の中の役に立っていくと一番上に語ってきますが、自分たちが売り出している商品、サービスって、どの段階の、どんなところを満たしているのかな。これ一つじゃなくて、二つ三つとか全部満たしている商品もあったりするんですけども、そういったことも商品の価値考えるときにはヒントになるかなというところです。で、さらに価値を高める方向性として、四つの方向性を、ご説明します。お客さんが困っていることを解決するっていうのも価値を高めるというものになりますが、一つ目はお客さんが困っていることを簡単にしてあげる。二つ目は時間短縮してあげる。そして、三つ目は満足度を高めるということですね。で、最後が多様化個人化。これは個人の状況に合わせてカスタマイズをしてあげるという、この4つの方向で、商品の価値を高めるということも考えていただけると、いいかもしれません。そして、商品を売り出すというとですね、値段をどう設定するのかっていうのは本当に悩みどころだったりします。ここではですね、我々の経営者としての大先輩でもある稲盛和夫さんの言葉を、引用したいと思います。稲盛さんは、メーカーさんとしての、ご経験が長くいらっしゃるので、それを前提にした言葉ではあります。値段を決めるにあたっては、利益を薄くして量をたくさん売るのか、その逆ですね。少なく売るけど、利益はしっかり取るのか。いくらでも価格設定の仕方ありますよ。と。じゃあ、どのくらいの利益を取ろうとしたときに、どのくらいの量が売れるのか。どれくらいの利益が出るのかっていうのを予測するのは、こういった大経営者でも非常に難しいということをおっしゃっています。じゃあ、どうすればいいか。自分たちの製品の価値というのを正確に認識した上で、これさっきの話ですね。認識した上で、売る数、販売数量と、商品の1個あたりの利益幅、この掛け算ですね。これが最大になる一点を求めると。ここはいろんな試行錯誤をしながら、この一点というのは求められると思います。そしてそこというのは、この価格設定というのは、お客さんにとっても自分たちにとっても、共に幸せである数字でなければならないということもおっしゃっています。ここの一点というのを求めて、難しいことなんだけど、値段の設定というのはしっかりと熟慮を重ねて行うべきであるというふうにおっしゃっています。なので、お客さんが喜んで支払ってくれる一番高い金額をつけるべきというふうにも、稲盛さんおっしゃっていました。結構長くいろんな説明丁寧に稲盛さんされてましたけど、確かにお客さんが喜んで払ってくれる最高額っていうのは、一つの指標になるのかなと思います。で、ちょっとこれワークシート的なものをご紹介しますが、消費者心理と現状というのを考えるためのシートです。一番下っていうのは原価ですね。原材料価格。で、こんなに安くて大丈夫って思われる安値。で、真ん中が、同じような商品の、他の市場内にある価格ですね。そして、高いから、このくらいの値段して、結構な値段するから、これ安心で、それなりの商品だねっていう価格。で、一番上は、もう数パーセントのお客さんしか買わないような超高価格ですね。車で言うと、それこそフェラーリとか、そういった超高級車
がここに当たってくるのかなと思います。で、高いので安心っていうのは、もしかしたら国産車でトップクラスの車の価格を想像していただけると分かりやすくて、類似商品ってなると大衆車ですね、一般の人たちが買ってる車とか、まあ、そんな風に当てはめていただけると分かりやすいかなと思います。じゃあ自分たちが売ろうとしている商品ってこの5個のポイントの中ではどの辺に位置するのかなっていうのと、左側には具体的な金額数字を入れていただけると価格設定の参考にもなってくるかなと思います。